これであと水を上から撒けば、は、綺麗な、泥じゃね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ、こっちの川の方、泥がどうたらこうたらって言ったよね。この汚い水、どうやら地面に泥があったみたいっす。はあ、モンゾーラで俺たちを苦しめた泥がこの島にもあったなんて、泥くらいどこにもあるよ。川の底に黒い泥の地面があったせいで、上にある水が汚い泥水になったっす。アイナさん、一生のお願いっす。この泥水を乾きの壺で汲み取ってくださいっす。ふんふん、え？ああ、なるほどね。あれ？はい。乾きの壺が泥水で満たされた。どっひゃー、すごいっす。乾きの壺で泥水を汲み取ってくれたんすね。これでせっかくのポンペリバーが汚い泥の川にならずに済んだっす。さすがはアイナさんっすよ。いや、まだあるけどな。まだあるけどな。あ、まだここにもあるな。で、OK っすか？で、これがどうのこうのって言ったよね。じゃ、これを壊せばよき？はい。壊していきます。あ。なんか一段深く掘ってしまった。置いときまーす。とりあえずこの辺を削って、で、他の普通の土をここにやれば OK ということだね。え、なになになに？壊れないんだけどあれ。どうした？壊れない部分があるの？でもあれ泥じゃないの？違うの？あ。あ。よしよし。ん？ここ壊れない。あ、普通に壊れるやん。下向きにやったら壊れんかったんやな。なるほど、そういうことか。ちょっとどういうことかよくわからんけど、そういうことか。そこじゃないよ。何一発で崩れちゃってんの。こんな感じで OK ですかね。よいしょ。あ、壊れた壊れた。こっちも壊れた、普通に。あ、もう水流れてきよりやん。ふぅ。あ、でも、まだ流れてきたらいかんのよ。ここに土というか砂というか、それを置かなければ。はい、これで？どれを置けばいいの？これは木だね。こっち？砂浜。とりあえず砂浜置いていこう。砂浜、あ、違う間違えた。砂浜を置くっていうのもなんかね、変な感じやけど。あ、違う。違うよー。ほっ。これで？微妙に色違うけど、まあ気にすることはないでしょう。あとは、ひび割れ土、砂。少ねえ。違う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 って。やめてやめて。あ、違う、間違えなの。あ、違う。まあ、間違いだから気にしないで。気にしないで。ちょっと邪魔よ。あれは？収納箱は一体どこに置いてるの？え、ないやん。この上か？あれあれあれ。あの中に土とか入ってないんかな？よいしょ。は。木やね。木ですね。それじゃあ、ひび割れ土。ひび割れ土ってひび割れたままなの？あれ。ちょっと待って、砂浜。え、ひびって治るんじゃないん？置いとったら。違う。ほら、ひび割れ土。ひび割れてても大丈夫なんかどうかちょっとわからんけど。まあ、あれかな。泥よりはマシなんかな。邪魔よ、ミミズン。すごく邪魔よ、ミミズン。ほらほら。まあ、とりあえず、色味は違うけど、こんな感じで。これ普通の土よね、これも。あ、77あるやん。
おう、危ない。またしても。またしても巻くところだったわ。え、これなんか、黒いけど大丈夫？でも土としか書いてなかった。泥じゃないけん大丈夫か。よいしょ。でもこれであと水を上から巻けば、綺麗な。泥じゃね？あ、そっか！そういうことか！この中に泥入れてるからだ。周りのやつ吸い取らんといかんよ。いや、切ったなーって思った一瞬。あ、そう。あ、違う、間違えた！あー、危ねえ。ここで、綺麗な水を、よしよし、これで OK だね。ふぅ、危ねえ、危ねえ。泥水を広げていくところだったわ。これ、あ、これで OK っすかね。あ、OK、多分、きっと。はい。アイナさん、泥水をすくい取ってくれてありがとうっす。泥水が好きなら別っすけど、綺麗な水を広げていきたいなら、近くに泥がないか注意してほしいっす。ふんふんふん、めんどくさいね。そんなことをわざわざしないといけないのか。あれ？何してるの？何が完成してないの？ちょ。それじゃあ、アイナ、川の続きを作っていきましょう。もっともっと広くて大きな川にするの。ルルたちが立っているところに、乾きのそばで綺麗な水を巻いて。巻いてると思うんだけど、何？負けてないのこれ。負けてない？あの泥さえな、なくしたよ。あ、で何？アイナ、川作りも順調みたいだし、いよいよあたりに森を作っていこう。私たちばこお姉ちゃんで、今度はこれを作っておいたの。アイナにあげる。あ、この辺なんかちょっと低くな、気のせいか。森林団子を3個手に入れた。ミミーン、森林団子、モンゾーラで僕が欲しかった餌だ。うわー、ありがとう、二人とも。それを地面に置けば、あたりを森にできるよ。いよいよ森作りだ。完成したら、地箱大森林って名付けようよ。それから、リズフォレスト。みんななんで自分の名前そんな付けたがるの？餌を置いてくれれば、僕がそこを耕すよ。そうすれば木が生えてすぐに森になる。ただ、餌は壊さない岩の上に置いてもダメなんだ。土か乾いた土の上に置いてね。さあ、アイナ。森林団子を地面に置いて、緑の森をまずはゴマスプーン作ってみよう。ふんふんふん。森作り警備中。え、あ、今回はあれなの？場所とか何も指示されないの？でもまあ、この緑と続いた感じで置いた方がいいよね、多分。ということだから、この辺に置こうかな。どこ？森林団子。はい、この森林団子をポイッ。オッケーかな。さ、それじゃあ。おかげさまで汚い泥水はやっつけられたっす。あとは地面の泥をぶっ壊すだけっすね。あ、ぶっ壊したよ。俺、泥なんか見るのも嫌っす。あー、お願いっす、アイナさん。なんとかしてくれっすよ。さあ、一生のお願いっす。俺の周りの泥を一つ残らず、きれいさっぱり壊してくださいっす。どひゃー。アイナさん、憎き泥をやっつけてくれたんすね。これで邪魔者はいなくなったっすよ。ありがとう。すごいっす。ちょ、どこ行くの。泥を壊してくれてありがとうっす。引き続き、ポンペリバーを作っていくっすよ。もしまた泥水が湧いたら、乾きの壺を一回押して、泥水を汲み取って、今度は綺麗な水のところで、乾きの壺を一回押して、壺の中を綺麗な水にしておくといいっす。そう、それをさっき間違えたのよ。ところでアイナさん、最近どうすか？何か食べてるっすか？俺今かなり腹減りなんですけど、正直野菜は飽きてきたっす。わがままー。そろそろ別のものを食いたいっすよね。で、無駄話してたら、ルーさんに怒られちゃうっす。引き続き、川作りを進めていくっすよ。了解。てか、さっきの森林団子。森林はできてる。なになになに。素晴らしい。よくぞここまで水を流してくれた。これでさらに川が大きくなったぞ。そうっすか。よかったっす。なになんでついてきてるの？ストーカー、やめてよ。まだ作ってるの？遅くね？結構時間かかるんやな。あ、なになになに？はい。やったわね、アイナ。ついにここまで川ができたわ。しかし我が輩はまだまだ物足りぬ。もっともっと広く大きな川にしていこう。
それなら、あそこの土砂も壊して、向こうにも水をまくというのはどうでしょう。土砂の向こうに水を流せば、池もできそうですよ。いい考えじゃない。早速土砂のところに行きましょう。どこよ、土砂のところ。わかりにくいんですけど。どう？あ、もうできたかな。ってことで、あと2つほど。範囲的には、この、微妙だな。この辺、トン。邪魔なものは壊しておきましょう。さあ、そして、ルルどこ行った？あ、ハート回収してない。危ない危ない。ね、金とかがあるわけじゃないけん、ちゃんと回収しとかんと。さあ、ここの土砂を壊して、向こうまで川を開通するわよ。はい、早速土砂を壊しに行きましょう。やりますよ。張り切ってんなぁ。おぉ？あいつら、作ったり壊したり忙しそうだな。壊すなら俺も手伝ってやるか。我が輩はこの辺りの地形で少しばかり気になるところがある。ここはお主たちに任せた。地形調査を終えたら戻ってくるぞ。みんな収納箱めっちゃ持っとるな。どうしたポンペ？お前はどうしてぼさっとしてるんだ？まさかサボる気か？俺は、そろそろやばい感じっす。俺、もう我慢できないっす。どうしたよ。どうしたんだよ。あっちはまだやってるな。ルルのやつ、相変わらず人使いが荒いぜ。あ、終わってる。さあ、あと一個も。終わってないやないかーい。終わってないやないかーい。この辺の邪魔じゃない？壊すね。じゃあ、あと一個。場所的には、どの辺？この辺に、ほい。下だけになった。あ、なるほどね。あれなんや。段差とかは、ダメなんや。で、森を作る、あと2や。あと2。あと2個分作らんといかんわけか。ってことは、森林、お、なんかめっちゃ掘りおる。超掘りおる。待って、あれは？水の通り道を作るわよ。お願いします。どこやっけ？どこや？これの向こう側か。これの下か。上通りますね。ここやね、多分。あ、あれや、あれあれ。待って、風のマントの使い方を私は、また忘れている。ちょ、待って、どこ？あれ？なくね？あれ？あれ？ないぞ。あ、あった。通り過ぎてた。めっちゃダメージ受ける。やばい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 。はい、ここで。森林団子。これをあと2つ ?5 個までやったよね。はい、作っていきましょう。この辺をみんなはサクサクと登っていってた。よし。オッケー。おー、なんかすごい、緑いっぱいになってきたね。緑と水がいっぱい。めっちゃいい感じやん。この辺とか、この辺とか壊しとこう。なんかちょっと、見栄えがよろしくないから。なんかそこの間がすごい気になるけど。よいしょ。これで、どの辺だ？この辺か？よし。オッケー、オッケー。あ、で何？水の中で、なんか、すごい大変そうね。あー、イナさん。人間ってやつはどうして腹が減るんすかね。俺、腹が減ってもう限界っす。そして、野菜以外のもので腹を満たしたいっす。他に食べられるものはないっすか？ん？フォッフォッフォ。おー、来た。実はのアイナ、この島の近くには素材島と呼ばれる小さな島が点在しておる。お、新たな島。以前は荒れ果て何もなかったが、モンゾーラに恵みがもたらされたことで何か変化が起きておるかもしれん。どうじゃ、アイナ、シド。素材島に調査に行ってきてくれんか？かつての素材島には鶏がおったはずじゃ。おお、仲間にできれば卵をもらえるかもしれん。肉じゃないんやね。鶏か。面白そうだ。行ってみようぜ、アイナ。素材島に来るなら、船着き場の船長に相談してみるんじゃぞ。やったね、新たな島。よし、ポンペ。俺とアイナは素材島に行ってくる。新しいものを見つけてきてやるぜ。その代わり、お前はチャコやルルと一緒に、土砂を壊して水を流せるようにしておけ。お腹が空きすぎて動けんのじゃなかったん大丈夫だ。
わかったっす。俺腹が減って今にも倒れそうっすけど、なんとか頑張るっす。それじゃあ一生のお願いっす。船で素材島ってところに行って、ニワトリ1羽連れてきてくださいっす。ふんふん。そうそう、船着き場まではワープで行くと早いかもしれないっすよ。了解。何、まだ作れてないの遅くない？何、時間止まってたの君。絶対時間止まってたでしょ。どういうことよ。とりあえずこの辺のこのね、黒い木がすごく気になるからなくしておく。よいしょよいしょ。おー、びっくりした。めっちゃいい感じやった。ありがとうシド。すごいびっくりしたよ。モンスターの軍団が現れた。ちょっと待って、やだ。やだ。どこから現れた？ちょっと見えないけど。とりあえずこの辺かな。はい。上に置いたら大丈夫なんかな。うん、まあ、こんな感じで。じゃあ、あとは、その素材島に行きましょうか。鶏1羽、連れてきましょう。船着き場へワープ。さあ行くぜ。おー、アイナさん、近くで新しい島を見つけやしてね。お知らせしに行こうと思ってるとこでやした。新しい島か。きっと白爺が言ってやがった素材島ってところだぜ。よし、早く俺たちをその島に連れて行け。でも新しい島に行くには航路をビルドしなきゃならないでやす。あっしも商人、タラレとは言えないでやす。そこで、今後の航海は、アイラさんが持つものづくりのかけらと、交換ということにさせてほしいんでやす。ものづくりのかけら？そいつがあっしも航路をビルドするでやす。あっしは今から航路ビルダーでやすよ。ビルダー言いたいだけやろ。もちろん、一度行った島にはタラレで何でもお連れしやすから、ご安心を。あっしに話しかけてくれれば、地図から行き先を確認できやす。欲しいものがある島に行ってみるでやすよ。素材島へ行ってみよう。素材島に行けるようになった。素材や新しいアイテムを探しに行こう。新しい島をオープンするには、あ、なるほど、ハートがいるんやね。ほうほうほう。ということらしいから、じゃあ行きます？アイナさん、どこに行くでやすか？この鍵がかかってるやつ。ジメジメ島。素材島っていう名前じゃないんか。50ポイントでジメジメ島に行けるようになりやす。航路をビルドするでやすか？します。ああ、ハートが奪われていく。おお、ジメジメ島に行けるようになった。ジメジメしとんか、どんな感じやろ。やったでやす。これでジメジメ島に行けるようになったでしょ。はい。島を、あ、なるほどなるほど、オッケー。行きましょう。さあさあ、船に乗るでやす。すぐに船を出しやすよ。なんでいつもその場所定位置なんだ。まあいいんだけどもね。てかずっと戦闘音楽なんだけど。みんな頑張ってね。多分ジバコが、ジバコとドルトンが頑張ってくれるんじゃないかな。お、ここ？ジメジメ島、素材島、ジメジメ島。素材島っていうのはあれかな。なんかこう全体的なざっくりした総称ってこと？お待たせしました。素材島に着いたでやすよ。この島にはいろんな素材がありやす。見つけたら片っ端からチェックするでやすよ。あっしの話が終わったら画面右にリストが出るので、どれをチェックしたか確認していくでやすよ。もちろんこの島にある素材は空っぽ島に持って帰ることもできるでやす。航路も安定してやすし、運び放題でやすよ。素材島の本島へはそこの高台から風のマントルで飛べば行けるはずです。船へのお帰りはワープでどうぞ。冒険スタートー。素材島で素材探し。素材島には島ごとに決まった素材がある。島のすべての素材を発見すると、特定の素材が無限になるボーナスがあるぞ。お？無限？すげえな。鶏が無限にならんかな。あ、これね。リスト。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。
とりあえず持ち歩き用のベッドもあるし。え、素材地めっちゃ小さ。あ、そういう感じ？小さいね。じゃあすぐに回れるか。